どうも、ジャズドラマーの黒田です。モダンなドラムソロっていう質問があったので、そのまま引き続き、モダンなジャズドラムについてどうしても欠かせないのが、弾んでない、こう、イーブンで、タタタタタタタっていう音列を組むときに、どうしてもタッカ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 ってなると盆踊りみたいになってしまうので、こう、タタ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 という、こう、イーブンと言われるね、距離の同じようなリズムを使いたくなるんですよ。でも、もともと弾んでるのがジャズの特徴なので、弾んでるけどイーブンみたいなのを使うんですね。これのからくりが最初すごく僕もよくわからなくて、どうなってるのかというとですね、こう、シンバルレガートっていうのが、まあ、3連のフィールで考えた場合、ターンタッカターンタッカなんて、この最初はこうタッカ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 って弾むんですね。スイング時代なんかも実際こうやって叩いてるわけですよ。ところが、こうイーブンで叩くとよくみんななりがちなの。表拍揃えといて裏拍が前に行っちゃう。ところが本当のジャズのこう上手い人たちっていうのは、裏拍の位置はそのままキープしといて、表を後ろにシフトしてこうリズムするんですね。こういう1、2、3のリズムにするわけですよ。ちょっと1で叩いてみると、まあ、こんな感じで、まあスイング時代はまあ全部弾んでるわけですから、これで全然構わないんですが、ただそのジャズなんかで「タラララララララ」みたいなフレーズになると、「タッタタタタタタタ」って弾むとかっこ悪いわけじゃないですか。そうするとこう、要はスケールライクにこう音列をこう上がっていきたい時っていうのは、どうしてもこう「タッカタッカタッカ」こう、分散、タバラバラバラバっていう分散和音の場合は弾んでてよかったんですけど、もっとこうモダンジャズになってくると、音列をすごくスケール、要は隣り合う音にするんですが、そういう時ってどうしてもこう弾むとかっこ悪くなるんですね。じゃあ弾まないようにするにはどうすればいいかと、じゃあそれをそのまま弾まないようにすると、全然こうさっきのフィルと違って、まあ倍点というタッタッタッタ、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーのワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、倍点のフィルが出てしまうんですね。表拍に合わせるんじゃなくて、裏拍に、こうやって裏拍から裏拍の間をこう埋めていってあげると、やってあげるとすごくこうゆったりした感じ。例えばさっきのこのこれねの、まず1番と2番とさ、タッカタ3連で跳ねてる感じで、表拍で合わせる場合で、1番裏拍で合わせる場合、これで、まあ、例えばその「Now the Time」のメロディーを、まあジャズではあるけど、ちょっとこう、なんで盆踊りに近いというか、まあ、スイング時代のジャズの弾き方って感じですね。これを表拍で合わせちゃうと、すごく焦って聞こえるわけですね。まあフィールが、倍のフィールが聞こえてしまうんで、まあ、焦って聞こえるのは仕方がないんですが、じゃあこれ裏拍をさっきのステイしたままイーブンにしてみると。跳ねてないけど、というからくりになってるわけですね。だからそのファンキーなリズム、こういうので、こういうタパタパした感じ、これは結局今のハイハットがちゃんと3連のフィールの裏拍を合わせて、リズムを取ってるんですよ。そうするとこう弾んでるビートがやっぱりどっかしら聞こえる。頭からやっちゃうと弾んで聞こえないわけですね。ここら辺のフィールが分かってくると、ブラックミュージックの基本が全部分かる。ブラックミュージックのからくりが全部分かるというか。
例えば、これ白人もみんなできる、あのもちろんバディリッチもできるし、バディリッチなんかは、よくフィルインそのドラムソロなんかの場合はあの人8分音符多いですよね。だからこういうフィルからあの人はハイハットの関係でちゃんとこの弾んだフィルが出せる。こういうフィルが出せる。だからバディリッチのその8分音符揃ってるだけですごい心地いいのはこれちゃんと3年のフィルにはまってるからですね。これ頭でいっちゃうと同じテンポなのにすごくゆっくり聞こえちゃうんですよ。だからね、やっぱ速く聞こえるじゃないですか。弾む、要はこのさっきの弾んでるってことはここから頭に行く距離がやっぱり短いわけだから、ここの距離がね、ここの位置の頭がレガートが聞こえてくるもんだから、その距離がすごく短いので、だからすごくこうスピード感を感じることができる。要はこのスピード感を保ちつつゆったり感も出すっていうのはこれなんですよ。でこれが最初はすごく分からなくてどっちかに寄せてしまうみたいな形になっちゃうことが多いですね。ただこれものすごく難しいので、これフィールができるようになってしまえば本当にブラックミュージックとかそのダンスミュージックのいろんなところがすごいこう解明されていくんですけど、ものすごく難しいんですね。だからかなり上級者のお話なので、ただこういうからくりがあるんだなっていうのを覚えておくと、いつかできている時、これを結構黒人たちの間ではやっぱりこのフィールがパチッて分かるっていうのをポケットに入る、リズムがポケットに入るってすごく言いますね。このリズムのポケットに入った感じがスカンって分かるとすごくスイングするし、何をやっててもスイングするっていうスタイルに なっていくんですね。この感じが、まあ、一応解説するとこうなんですけどっていうことで、ぜひ分かっていただければいいかなと思います。練習する際はやっぱ3年メトロノームで3年鳴らして裏拍がちゃんと合ってるけど、こう8分音符がイーブンの8分音符がこう後ろにずらしていって、座りのいい位置を体で覚え込むっていう感じの練習方法になるんですよ。だからいろんな練習方法があるんですけど、まあちょっとこう皆さん自分で工夫して頑張って、またちょっと練習方法なんかを上げたいと思いますが、こんな感じのモダンなイーブンの、これがシンバルレガートはトニーのシンバルレガートはこの位置に入ってたりとかしますね。だからベースとの関係ですごくスイングしてたりとかするんで、このモダンなイーブンっていうのはただただイーブンにしてるんではなくて、相手との関係でスイングしてるポイントでイーブンになってるっていうのがすごい大事なんですね。これを理解してるのと理解してないのは全然違うので、また難しければぜひメルマガなどで質問いただけたらと思います。以上です。どうもありがとうございました。